タケロ、足引っ張んなよ。やっぱ1年間やってきたので、なんか主演っていうのはあんまり別にあの変に意識してないって言いますか、まあなんか今回その大事とヒロミメインであの話を作っていただいて、カゲロウと大事にすごいあのフォーカスをあの当たってるなと思ってたので、やっぱり僕自身も今まで以上になんか気合が入ってる作品ではあります。少女の元に行くんですか？そうだ、遊園地に行くって約束したんだな。俺も一緒に行きます。遊園地お前も行くのか？ちゃんとやろう。行きたかったのか？いや、ちょっと待って待って待って、ほら俺が悪いみたいな言い方すんな。信じることしかできませんか？本当か？本当か？ちょ、危ないね。ちゃんとやろう、早く。よいしょ。行くぞ、かけろ。いや、もうやばいですよ。本編以上だし、劇場版以上ですね。なんかやっぱ今まではそのケンちゃんがちょっと担ってくれていた部分があったので、その坂本組のアクションパートと言ったらみたいな、今回それをなんかやっぱり僕たちがやんなきゃいけないので、めちゃめちゃ大変ですけど、やっぱりもう頑張って食らいついていますね。はい、行きます。なんか親分みたいな。指名手配しました。何が起こってるんだ？ヒロミさんの悪魔？心配するな、君は俺が守る。一体俺は何を信じればいいんですか？